はい、リュウ兄さんです。約30年ぶりのラジコン、リポバッテリー、ブラシレスモーターとラジコンの進化に驚きを隠せません。せっかくなのでブラシレスモーターを取り付けてみようと思いました。ブラシレスモーターの入門用としては G-Force の TS50A Type-C コンボセットが安価で初心者向けだと聞きましたので購入しました。某ショップで8360円でした。昔のアンプと高性能モーター、アンプの値段を考えるとすごい安いなと思います。箱を開けてきます。ステッカー入ってますね。いいですね。説明書、モーター、アンプとレーザーって入ってますね。モーターをね、取り付けてきます。後ろに配線を通してモーター取り付けました。ピニオンギアは 20T を使おうと思います。モーターのね、軸には平面の部分があるので、そこに芋ネジを合わせて取り付けます。モーターにセンサーワイヤーを取り付けて、アンプの方にもセンサーワイヤーを取り付けます。受信機両面テープを貼ったので剥がして、プロポのね、アタックの受信機に ESC のコードを挿してスロットの調整をしたところ、全く反応しませんでした。泣く泣く新しいプロポを購入しました。だいたいこの MX6 12,000 円ぐらいしました。ちょっと痛い出費ですね。サーボ取り外しましたよ。受信機の取り替えをしようと思っていたら、フロントアッパーロードのボールエンドの穴がバカになっていることに気づきました。やはり古い RC のプラ部品は劣化が避けられませんね。走行前に分かってよかったです。サーボセーバーに穴を開けます。 2.5 ミリの穴です。ESC のね、設定が終わりました。これで走行できそうですね。最後に私の大好きなサッカーチームのエンブレムを貼って完成です。近所の公園来てます。芝生の上で走らせてみたいと思います。アンプをね、ちょっと場所を変えました。 ESC のね、コンデンサーや配線がボディに干渉するので、受信機とアンプをサーボの隣に設置してます。新しいプロポの受信機はチョーク型軽量なのでできた配置です。これにより
このね、アンプークプレートはバッテリーカバーの役割しか果たさなくなりました。タイヤでストリートをちょっと走らせてみたいと思います。ではまた。